兆候とは、特に囲碁や、将棋のような思考型の対戦ゲームにおいて、次の一手を長く考えること。兆候の中でも長い兆候を大兆候と呼ぶ。兆候は故意に値して、相手に嫌がらせしているわけではなく、最善手を模索するためにできるだけ多くの選択肢を考慮しているに過ぎない。思考型のゲームにおいてこのことは、ある意味で、ゲームの本来の目的にかなった行為とも言える。 名人による長考が伝説となるゆえんである。その一方、長考に陥るのは事前に相手の出方を予想できていなかったためとも言えるので、給与の策に過ぎず、決して胸を張れる行為ではないとも考えられる。将棋界には、長考に、公主なしという格言もあり、羽生義晴は、長考に入るのは迷っている場合が多いためとしている。 持ち時間が設定されていない、特に仲間内での勝負等の際は、マナー等の面において、あまり頻繁に調校しない方が良いとされる。持ち時間制のゲームでは、調校をすれば、それだけ後の残り考慮時間が少なくなる。持ち時間の制限を厳しくした早差し戦と呼ばれる対戦形式もある。将棋の最も長い大調校では二千五年九月二日の順位戦で、青の照1球団と、 堀口和文座の名談の対局で、堀口の56手目に5時間24分がある。以後の最も長い大長考では、時間無制限では、星野治の16時間、持ち時間制では、竹宮正樹の5時間7分がある。通信チェスでは一手に1日以上使うこともできる。郵便将棋や郵便後では、事実上長考をすることが可能な仕組みになっている。ありがとうございます。